たった一つだけある。私の個性は聖火のごとく引き継がれてきたものなんだ。力を譲渡する個性。ヒーローは守るものが多いんだよ。だから負けないんだよ。かっちゃん、でっかい。ヒーローとは常にピンチをぶち壊していくもの。守る方法が。象徴？平和の象徴。この国から犯罪が減らないのは国民に拠り所がないからです。頼れる柱がないからです。ですから僕がその柱になります。だからヒーローになりたいと。無個性なのに。はい。ヤギとシノリだっけ。お前ほんと面白いな。僕の足が折れた瞬間に痛みよりも早く。とっても優しい個性じゃないか。トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くの話を結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。僕はなぜか母の言葉を思い出して。君もそうだったんだろう。お嬢、面影どう。力の前にはいつだって必ず思いがある。培ってきた人たちの思いが力の一部として記憶されてる。私はそう思っている。オカルトですよ。ロマンだよ。道半ばで倒れたとしても、
やっぱすげえよあんた。オールマイトから短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、平和の象徴の折れない姿。でも僕には真逆のメッセージとして聞こえた。私はもう出し切ってしまった。さらばだ、ワン・フォー。